初めての一人でプーケット、一人もプーケットも初です。サワディカー、はい、トトでございます。私は今ですね、スワンナプーム国際空港に来ております。ご覧のようにバンコクは本日も晴天ですが、涼しいです。今日は、はい、蒸し暑さはないですね。そんな蒸し暑くないバンコクを去るのはちょっと悲しいんですけど、今からですね、僕は飛行機に乗ってどこかに行きます。どこに行くかと言いますと、国内線に乗って、バンコクからプーケットに今から移動します。で、プーケットを行くのに乗る航空会社が今回ベトジェットエアですね、ベトナムの LCC になってます。まあね、正直他にもいっぱいあったんですよ。なんですけど、行きと帰りの時間帯を僕が一番理想な時間帯にしたら、ベトジェットしかなかったという選択で、今回ベトジェットになるんですけど、まあ僕初めて乗るんでね、まあその辺あんまり気にせず、とりあえず1時間半ぐらいなんで、ベトジェットに乗ってプーケットに行きたいなと思っております。ベトジェット、はい、ということでね、今3時間前ぐらいなんですけど、とりあえず早速ね、荷物預けて、チェックイン等々をしていきたいなと思うんですが、久々の海外での国内移動なんで、ちょっとね、どうなるか分かんないですけど、早速行ってきます。で、僕が今回乗るのがこれですね。見えてるかな、はい、この14時の、ベトジェットプーケット行きになります。プーケット行きはベトジェットと、あとはスマイル航空だっけ、あとはタイ航空と、あとエアアジア、 あとなんかどっかあったような気がするな、バンコクエアウェイズ、結構ね、いろいろ飛んでるんですよ。で、料金も結構ピンキリです。はい、もう往復4000円からあれば、往復8000円9000円ぐらいまであったかな、なんですけど、僕は帰りが、プーケットから、バンコクに一度戻ってきて、そこから、日本に戻る形になるので、スワンナプームから最終的に日本に立つ飛行機の時間に合わせて、チケットを取ったら、まあ、両方往復、プーケットバンコク行きがベトジェットになったという形でございますので、まあ、この辺はね、1時間半ぐらいの飛行機なんで、皆さんがね、乗りやすい時間帯とかによって決めてもいいんじゃないかなとは思ってます。こんなこんなで、カウンターが A と C なんで、僕ずっとさっきからカウンターを探してるんですけど、 A と C がなくて、 AC カウンターってどこですか。B があって C がなくて D があるって、そのちょっとよくわからん図式やめてもらいたいんですけど、あ、ここかな。こちらがベトジェットエアですね。ベトジェットです。早速行ってきましょう。What? Phuket? What time flight? What? What time flight? What time flight? Oh.This? Yeah. はい、ということでですね、無事、荷物の預けチェックインは完了しましたが、今ね、時間が、11時35分なんですけど、ボーディングタイムがね、13時15分なんですよ。はい、2時間以上ちょっと時間があるので、
どっか、お店なりなんなりちょっと入って、時間を潰したいなと思います。でちなみにですね、海外で国内移動を飛行機でする場合なんですけど、基本的にこの2つさえあれば、誰でも簡単にできるのが飛行機の予約したその画面なり、確認書みたいな、その紙でもいいしアプリでもいいしがあれば一番それ見せれば早いです。でその後に大体パスポートプリーズって言われるんで、パスポートを見せて、あとはもう日本と同じですね、カバンの中にこういう危険物入ってませんかとか、なんかなんとかかんとか入ってませんかみたいな確認が行われて、もうチェックインが完了なんで、もう何も難しいことはないです。その2つだけ、用意していけばもう誰でも簡単に、はい、行けますということでございます。はい、ということで、ちょっとねお昼食べてました。マッサマンカレーを食べてましたということで、今ね、プーケット行きの、保安検査も通過して、今飛行機乗る前のボーディング待ちといった形でございます。タイはどうなんだろうな、タイは結構厳しいのかなと思いました。国内線で結構僕だけかもしれないですけど、水捨てさせられました。はい、なんか他の国、国にもよんのかなこれ。そう、保安検査通る50メーターぐらい手前にあるローソンで水買って、50メーター先の保安検査場で水を捨てろって言われるっていうことがあったんで、ちょっと皆さんそれだけは気をつけてみてください。バンコクからプーケットとか、国内線使われる際はご注意ください。ということでね、今しばらく待ちたいなと思います。あ、thank you. Thank you. なんかおしゃれだな。タイのプーケットの空港の壁紙がなんかおしゃれ。Look at the old town. はい、ということでですね、僕は無事プーケット空港に到着しました。初めての一人でプーケット、一人もプーケットも初です。はい、そりゃそうだよね。はい、ということで、めちゃくちゃ飛行機混んでて、まあ、多分もう満席ですね。飛行機満席で到着後もかなり人混んでたんで、まあまあやっぱリゾート地ならではではないけど、かなり混んだ街並みが感じれるプーケット滞在になるのかなとは思ってます。でとりあえず今ね、時間の方が、16時になるちょっと前かな、15時50分とかなので、まあ、一旦ホテル行こうかと思うんですけど、まあ、実はねこの空港からホテルまで、バスが出てるんですね。で僕が今回宿泊する ホテルのエリアがパトンビーチになるので、パトンビーチまで、バスで行こうかなと思ってます。ただ空港の近くに、観光スポットがあるので、実はそこも行きたいなと思っております。
なんでね、ちょっとどうするか一旦ちょっと悩んで決めていきたいなと思います。それではプーケットの Vlog 今日からスタート、レッツゴー。はい、あっちで、ちなみにですね、プーケットから、僕今回パトンビーチっていう、まあ、一番人気なのかな、観光客が一番いるとは思われるパトンビーチに、ホテルがあるんですけど、行き方としてはいろいろあって、タクシーで行くか、バスで行くか、あとはなんか乗り合いのタクシーバスとかいろいろ結構ね、多種多様はあるらしいんですけど、僕はですね、プーケットから出ているプーケットの西海岸をね、ずっと通っているスマートバスっていうのに乗って行こうかなと思ってます。それがね、国内線ターミナルの4番乗り場だっけな、から出てるらしくて、僕が今ね、着いた国際線ターミナルからちょっと離れたところにあるらしいんで、ちょっと今そこまで向かっていきたいなと思ってます。あった、これじゃねえか。パトン、え、あった、この青いバス、これでパトンまで行けるらしいです。行きましょう。早速乗りたいなと思いますが、これ料金とかどうすんの。今バスに乗ったんですが、料金がね、パトンビーチまでが1時間半で、120バーツかな。で、料金の支払い方は正直ちょっと分かりません。とりあえず僕は今お金を払わずに乗って座ってます。はい。で、めちゃくちゃ満席です。なので一旦ちょっとね、ホテルに向かって、進みたいなと思います。はい、ということで、着いたんですが、パトンビーチのこちらの、ウォーキングストリートの方に来ました。来ましたというかね、ここで間違って降りちゃって、もうちょっとね、手前で降りなきゃいけなかったのに、ここで降りちゃったんで、ここからね、ちょっと歩いていきたいなと思います。で、ホテルはね、もうプール沿いなんですよ。プエちゃん、プールじゃない。なんだ、海沿い。海沿いで、だいぶね、こっち、左というか、このウォーキングストリート側に来すぎちゃったので、結構戻らなきゃいけないんですけど、そのスマートバス、正直なんか降り方がちょっとよくわからない。うん。なんかみんなさ、降りたいとこでさ、なんかタイ語でバー言うて、ここで降りるわーみたいなね、降りてってるからさ、なんかどこで降りたらええのと思う。なんかコツがあるなら、知ってる方教えてください。とりあえず僕は他にね、旅行客が、いたので、この方が降りたタイミングで一緒に降りました。僕はなので、その人がいなかったら僕はどこまで行ってたんでしょう。いや、ウォーキングストリート、思ったより再開してますね。なんか今別にここをレビューするために通ってるわけじゃなくて、僕は宿に行きたいんですけど、とりあえず、このパトンビーチのウォーキングストリートでいいんですか、はちょっとね、端から端まで歩きました。はい、んでこれをね、宿泊ホテルは左でございます。いや、もう道ガタガタやんか。ちょっとトゥクトゥクにでも乗りたくなってきた。ちょっとあかんねえ、これ。一つ俺は学んだわ。プーケットはスーツケース転がして街中歩いちゃダメ。ガタガタすぎてね、道がまともじゃないんですよ。あ、そこ
トゥクトゥク、トゥクトゥク言われたけどさ、トゥクトゥク言われたらそんと80メートル先ぐらいにホテルあんねんやっか。だからそんなトゥクトゥク使うほどでもないねん。すごめんやけど、乗りたいっちゃ乗りたいねんけどね。オッケー、こんにちは、ジャパン、見て今どっかの外国人の方にジャパンって言われたんで、おジャパンって言ったら愛してるって言われたんで、ミートゥーって言ってきました。はい、そしたらすごい似合って笑われたんですけど。うわ、犬おるやんか、犬。なんかベトナムの再来になれへんこれ。あ、ワンちゃんな、ベトナムの災害。僕ベトナムのどこだっけ、ハノイで僕犬に追いかけ回されたことありまして。そう、これ本当にこっちで合ってるかマジで怖くなってきたんですけど、僕だんだん今回僕がプーケットで泊まるホテルがチャームリゾートっていうねホテル、まあ、正確に言うとザ・チャームリゾートプーケットっていうホテルなんですけど、これめちゃくちゃコスパ良くてびっくりした。うん、なんでここもねちょっと今回のホテルもレビューしたいなと思うんですけど、まあパトンビーチまでは歩いて2分ぐらいですか、2分3分で、ホテルのプールもちゃんとあって、ホテルのバーもちゃんとあって、まあ、ちゃんとあってっていうかね、しかもおしゃれな形とか風景景色、まあ、とにかくなんかインスタ映えするような場所らしいです。はい、で部屋もね結構広くて、僕今回ねジュニアスイートっていう部屋にしたんですけど、いくらだっけな、一泊2、3000円、3、4000円ですかね、ちょっと後で見てみますけど、かなり安くてコスパ最強じゃんってちょっと思いました。はい、見えてきましたね、これね、左側の今これ、ホテル、これがね全部そうです。今回泊まる宿泊の建物はこれ全部ずらーっと並んでます。リゾートホテルによくある3、4階建ての宿泊施設になっているといった感じですね。はい、着きました、ここですよ。ほらもう開放感たっぷりのレストランに、ここが入り口です。チェックインプリーズ。マッサージ？ホテルの受付は？チェックイン。What? Credit card? Yes, sir. Visa card or MasterCard for deposit guarantee, no charge. Deposit? Deposit? Oh, cash, cash. No charge, no box, just copy credit card. Oh, okay, okay, okay. Excuse me, sir, do you have immigration number? Immigration number? Yep. Yes. That's okay.ค่ะก็คือละ 2,200 Thank you 5 บาทถ้าเป็นในรักค่ะค่าเติมเติมคือค่าลงประมาณนี้ค่ะขึ้นไปนี่ครับผมอ่ะเดี๋ยวจะถ้ามีชื่อมีเลขโอมอ่ะอาจจะพูดมองพาสปอร์ตมองอ่ะโอจิถ้าไม่เอาเป็นดริงค์ราคาจะเป็น 1,100 บาทค่ะต้องดีรักต้อง208คืนใช่ค่ะ What flavor? ไม่ใช่อาหารเช้าร้อยละ9เลยค่ะข้ามไลท์ 9เลยไม่มีสูตรไอ้ไรก็คือกินตัวมันใจตัวมันเทียบเท่าไหร่กับบังคับให้ทานอาหาร
Good. Thank you. Have a nice day. Second floor, huh? Yeah. Where you from? Japan. Japan. People. Second floor, huh? Second floor. Yeah. Check. Okay. Ah, okay. Really hot. Hot. Yeah. Wow. Hello. Yeah. Oh, thank you. Ah, very nice. はい、ということで無事チェックインしました。いや疲れた。 それでね、さっき言った通り、ここのホテルが、ね、3泊取ってるんですよね。僕3泊4日で、今日から3泊4日なんですけど、金額がね 14,517 円、3泊でね、1泊 4,839 円でした。はい、ということで、この動画はですね、一応バンコクからプーケットと、まあ、プーケットの泊まるホテルの、まあ、ちょっとした紹介の動画となりましたが、まあ、いかがだったでしょうか。いかがだったでしょうかというか、特にね、ためになる内容にはなってないと思うんですけど、はい、一旦ね、この動画はここで終わりたいなと思ってます。まあ、ここからはね、プーケットの Vlog 配信になっていくと思いますので、引き続き、お楽しみいただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。